皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も大盛りチャリソーデラックスで遊んでいきます。さあ今回は、エクストラ4ですね。ステージ 14-1、秀吉は孫が、指が6本どういうこと。ああでもありえるんですかね。まあないこともないんですかね。まあ指の数が少ない方はないですかね。たまにいらっしゃると思いますけど、多いパターンあるんですかね。まあそうなるとあれですか、進化したってことになるんですかね。人間の進化ですかね。増える方が進化ですかね。よくわかんないですけど、あのとこにメダルがある。よーし、お、忍者りバンバンですね。危ない、危ないじゃなかった、押さないといけなかった、残念。忍者ちゃん連続ジャンプできないのが痛いですね。全然ジャンプできない。さあやり直してここまで戻ってまいりました。いやこれ無理でしょ。忍者ちゃんでしょ。忍者ちゃんだと無理じゃないですかね。よし戻りました。いやー大変でしたね。あのあとコンティニューしてずっと上に登ってたんですけど無理でしたね。あー残念。しかもちょうどいやーやっぱりダメですね。こういうちょっとあれですよね、高いところから落ちるっていうのは怖いですね。よしもうそろそろゴールですか。来ました。おー合戦場ですね。いいですね。この前ライブ中に戦国時代の実際に誰が強いかランキングみたいのをしてましたけど、やっぱり1位は織田信長さんでしたね。お強かった。いろいろされてますからね。楽市楽座も作ってますし、あ鉄砲とかのあれですよね、何番とあれですか。おっと危ない、まあ、取引とかもされたりしてですね。あと、まあ、攻め方もすごかったってことで、桶狭間の戦いとか長城の戦いとかなんかすごいですよね。でも部下もすごい方が多いということでランキング1位ということで、今私が今使ってるこちらのチャリですね、のスキンが第六天魔王さんなので信長さんですね。で2位が誰だと思いますか。2位と3位、そう忘れました。いや2位は覚えてないですよね。2位は思い出しました。2位はですね、武田信玄さん、甲斐の虎の武田信玄さんですね。騎馬隊がものすごく最強と言われていると。さあ14-2がクリア。次は14-3、モリヘアーの元祖はロココ。ロココロコモコなんか聞いたことあるようなフレーズですけど、まあ反転するんですね。まあ、反転するのはあんまり難しくないですよね。おっと危ない。よーし。うわこれはちょっと頭にかぶれないからこうですか。あ何か、あ左に移動してる床ですね。ちょっと待って、これで取れますかね。よし。おお危ない危ない。お3つ目がある、これでどうジャストでジャストミートでしたね。よしもう矢が来ないから OK と、もう矢が来るなんて嫌ねえと。さあゴール。まあこれまたライブ中にあれですけど、よくあれですよね、ダジャレを思いついたらダジャレを言いたくなるっていうですね、ダジャレ病ですけど、皆さんもコメントでお待ちしてますよ。なんか楽しいダジャレがあったら教えてください。おっとすごい動いてる、動くってこと。おお、あジャンプ力が足りなかった。カエルちゃんちょっと待って、ここからスタートは厳しい。やっぱりまあコンティニューも良し悪しですからね。
さっきみたいに延々とコンティニューしないと先に進めないよみたいな、そんなのありますからね。でここで2段ジャンプしておけばバッチリと。あ、ドラゴンちゃんでしたね、緑。うおー、なんでなんで燃やせないの、ドラゴンちゃんの。これで炎でなんか、え、藁とかじゃないですか、これ炎タイプついてるの。あ、またもう最初からしますか。じゃあもう避けないといけないですね。まあ私につかないでドラゴンちゃんに顔についてもらったら面白かったんですけどね、あの丸いの。さあこれ、ここまではもう OK でしょ。危ない危ない。どっか行きますかね。上の方だと安全だと思う。あ、危ない。どこ、メダル、メダルが一個もない。メダルがないと不安ですね。もっと上空だったんですかね。1回ジャンプ、1回ジャンプ、1回ジャンプ、2回ジャンプ。あ、あんなところにある。よし、これでやっと1個目ですか。メダルがすぐ出てくるかどうかで、なんかマップのちょっと待って、ちょっとどんどん大きくなってきて、マップの長さが大体わかりますよね。何ですか、どっからこの岩転がってきてるんですか一体。危ない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 。あ、ちょっと待って待って。あ、あったあった。あー、やだー、お願いお願い、ちょっとダメ、せっかくここまで来たのに。よし、おお、結果オーライですね。さあもうこれで大丈夫でしょう。さあナロさん頑張って。おっと、危なかった。みんなの応援のおかげでトゲに気づきましたよ。さあでは次ラスト14-5。未来はヴィンテージが貴重と。ヴィンテージってどういう意味ですかね、よく聞きますけど。古いってこと、アンティークってこと。おっと、すごいウサちゃんのジャンプ力。あのチャリソーさんのこのアイテムってあれですよねちょっと待って、難しいんですよね使い方が。面白いんですけど、能力は、能力は面白いけど、こんなに使いづらい使い方難しいのってあるんですね。え、これ目がこうどこ、あ、そういうこと、わかりましたわかりました。最初のジャンプであのメダルのとこに着地すればいいっていう、すごく簡単なお話だったわけですね。私はなんか着地で取ろうと頑張ってましたからね。あ、こういうことでしょ。そう、皆さんも深いこと考えたらダメと。おっと、またウサちゃんですか。あ、飛びすぎちゃった。よーし。おお、こういうことですね。慣れればいいですね。うわ、逆向き？あ、もうウサちゃんなくなってた。気づかなかった。いつの間にか時間終わってる。ちょっと待って、もう、これ上にジャンプするってこと。あ、危ない危ない、怖いですね。さあ2つ目のメダルは、あ、ここにあった。よし、お、またウサちゃん。お、3つ目ダーンプ、ダンプ、ダンプって何やめてやめてやめて。おお、ギリギリギリセーフ。さあ、ようやくクリアしましたね。それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。あと残すは2つステージですね。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。